When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that. こんばんは。こんばんは。夜な夜なネイバーズクラブ。今日は第4回目ということですね。やっぱり間がおかしいんだってなんだ。4回目ということです、ね。なんでニュース2、3みたいなちょっとさ、なんか面白いじゃん。私ちょっとやってみたかったわけ。あ、そうなの？アナウンサー志望だったの？うん。嫌だわ、今の。こんばんは。OK、はい。最近のニュースをお届けします。すみません、猫がね。あの、発音ですみませんね。この前ハロウィンでしたね。ハロウィンでしたよね。うん、どうでした？まあ、来てくれてありがとうね。てかさ、ちょっと待って。これちょっと一つ言いたいことがあるね。何あのさ、ですか、写真撮ってくれたじゃん。私がお菓子あげてる、子供たちに。うん。え、すっげえ可愛いよ。可愛いよね。何が起きてた？エリソンがさ、これちょっとマッパじゃったじゃん。写真のね、画角的にもこうなんかこう、エリソンがこう手を伸ばして私にお菓子をこうね、はい、そう。はいそう先生にお腹当てて切ったんだけど、あいつラあの裸だったから。なんかさ、もしかしてユニセフのデビューちゃった。あの違うあのウルルン滞在期で、うん、こう原住民の子供に日本のお菓子をお土産で渡してるレポーターの女の子みたいな。まあ、ちょっと言われたら今言われたらそれで今想像が全部つながってそういう風に見えてきた。じゃあ完全にウルルン滞在期やけど、私もまたねこのカジュアルなね T シャツとジーパンで。もうね砂だらけになっても大丈夫みたいな、もう地面でもどこでも座りますよみたいな、そして子供がこうやって手すっげー伸ばしてる、早くいいから何でもいいから早くよこしてちょうだいみたいな感じで、物珍しいからね何でもちょうだいみたいな、すっごい笑い止まらなくなっちゃって、子供そういう風に見えるわな。あれね、姉さんのインスタの方に上がってますね。そうですね。いや、かほちゃんがさ、うちの息子3人にこうちゃんと小分けにね、あのジップロックに入れてさ、こう子供たちが好きそうなお菓子を持ってきてくれたのよ、あのハロウィンの日にね。早かったね、あのフローリーが見つける速さ。ドアを開けて、はいって言った瞬間、私のバッグの中こうやってすごい。何入ってんの？何入ってんの？そりゃなんかあるわよね、今日ハロウィンだし。ないはずないよね。あいつなぁ、センサーついてるからね。結構、K9 ドッグみたいなさ。香るわ。スメル。甘い匂いがするっつって。早かった。うちの娘はもう砂糖大好きなんだよね。なんでそうなっちゃったのかさっぱりわかんないんですけど。まあでも子供いるとああいうイベントごとって楽しいよね。そう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 。まあ結局あの後さ、かほちゃんがお菓子持ってきてくれて、で、あの暗くなったら子供引いちゃいそうだから早く行くねって言って、すぐ家を出てって。もうここら辺ワイワイしてっからね。そう、まあ6時ぐらいとかだったよね。だったじゃん。そうそうそう。で、ね、7時ぐらいから結構。あのわしゃわしゃわしゃ、いや違うな、6時半ぐらいから出たのかな、うん、出てまああれよ、一個一個全部行ったさ、行ったけどやっぱりね、うん、うちの近所さんはもう DJ がいたりとか匂いもすごかったからね。もうなんか一個の家にあのもう親戚みんな来ててさ、30人ぐらいいるわけ。すごいね。でみんな仮装してさ、お菓子くれてさ。お菓子どうしたの？回収した？そう、お菓子は、まあ、結局子供のさ、このバッグがあるじゃない、うん、あれがパンパンになった時に、あ、じゃあもうタイムだから行こうと、うん、もうこれ以上いらないよねって言って、だからそんなにさ、私たちがさこう入れ替えてあげれるようなバッグとか持ってかなかった、うんうんうん、これがいっぱいになって帰るからねって言ってて、うん、で持って帰ってきて、でね、それでまだね7時とか7時15分とかそんぐらいだったわけよ、うんうん、だからさ夜はまだ長いじゃない、長いですよ、長いです、今からだって感じだよね。そうそうそう、だからさ、うちにはさ家族みんなでそのトリックアトリートには出たんだけども、うちの目の前にさキャンディーはこう置いててたの、うん、で自分でトリックアトリートしてねっていう風に置いててさ、うん、であんまりね、ほら体に悪いやつあんま買いたくないから、うん、って言っても一応買ったけどね、うん、だけどなんだっけ、まあ2個、1人2個分取ってねみたいな感じでメモだけ置いといて、うん、でそれで私たちは自分たちのトリックアトリート行ったわけ、うん、で帰ってきて、まあ、そこそこなくなってたんだけど、うん、娘たちがさ、まあ、もちろんバーッとさひっくり返して開け始めるじゃん、うん、帰ってきた瞬間に、うん、ね、で、ああこんなんが入ってるって言ってる時に、うちと旦那横でさ少しずつねノーノーってノーですみたいな、ノーこれはダメこれはダメとか言って、そこでこう気づかれないように外っては、うん、すいませんですけど、あのそのうちの
またね、うちのチョリコチョリートのリサイクル、そう、外のさボールのところに入れ直してってしたら、そのさ高校生とかさ中学生も高校生ぐらいの子たちだね、うん、がさ結構夜遅くにまで来るのよ、あで、ね、バックパック持ってさ来るの、うん、で私ねそのぐらいもう8時半とかも9時ぐらいに近くなってたんだけどね、うん、そのぐらいだったら外で BTS 聞いてね酔っ払ってたんですわ怖すぎる、酔っ払ってたのね、それこそホラーや酔っ払ってたから来た高校生みんなさ持ってけ持ってけとか言ってバックパックにバサバサバサ噂になってる、多分そこら辺の高校でやーべえやーべえやつおったよなーって BTS のバックを寝ながらしてんなとか言って、金髪のジャパニーズレイディーすげえ浮いたよなそう、もうフローレンスはさシュガーハイでさ、うん、なんだっけ、回転しまくってるしさ庭でずっと回転してんの、豆見てパッ豆見てパッ、もうずっと回転回転回転で、知らん子がうちのトランポリン飛んでたりとかさ、もうすごいすごいサーカス団じゃん、もうそう、ほんとシュガーハイの夜でございました、あ、まあ、楽しかったよ、うん、よかったね、うん、すっげえ酔っ払ったけどね、飲んでたんだ、しっかり入ってる、いや私来た時ももう酔ってたもんね、多分ちょっとね、 あの時飲んでたか、ちょびっとなんかワイン開けたんだわね、その時ね、ちょびっとかどうか分かんないけどそう、あの日はちょっと酔っ払ったね、調子に乗ってね、でも別に人とパーティーしたっていうか、うん、自分で夜風をね楽しんでた、そうそう、それそれ、ほんとそれなわけ、今日4回目ですよ、うん、そろそろ慣れてきたんじゃん、待って待って、これ話す、あー話しちゃう今回、今週話すの、うん、2回目だね、今週話すの2回目、そう、今日は本当は4回目じゃなくて5回目だよね、何かあったか言ってやんなしゃいかほちゃん、あ、新しい機材で撮ろうとしたらデータがレコードされてなかったね、それやな、だからあの夜はもう私と姉さんでこの角家のこの小さい島の角家の角ここで楽しい話をした夜ってだけだよ ね、 そうだね、どこにも行かないあの話は、約1時間半ニコニコカメラ気にしながら喋ってあー終わったねーつってチェックしたら、ちょっと今回うまくいったんじゃない、そう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 、チェックしたあれあれ静寂が流れてるね、あれシーってさあれ撮ってなくないみたいな感じだったね、うん、一瞬何が起きてるか全然理解できなくてね、 うちらさ音源とさカメラ撮ってるからさ、まあ、どっちか生きててくれればと思ったんだけども、両方とも死んでたよな、じゃあ、 あの日は私の携帯で音声と動画を一緒に撮ろうとしてて、それがどっちもパーをしちゃったんだよ、うーん、これでね私たち痛感したわけですよ、あー怖かった、この機械を使うっていうことはねすごく怖いことだっていうのをね、本当だよ、今更学んだけど、まあ、いつか来たよな、まあ、いつかはやることでね、あの4回目で来たからよかったけどな、うん、でも結構いい回だったよ、あれあれすごいよかった、すごい楽しい話だったよあの時だからさ、うちのさあれはさ、まあさ、まあさ忘れた頃ぐらいにまた持ってきたんじゃないの、ね、っていう話で、ちょ今回はもうね同じ話はできん、もちろんできない、そうなんかさ、でもさ終わった時にさまた初めから行くみたいないや私もうね出し切ったから今日は無理今日はもう帰ろう、今日はもう終わりだ私たちはつってねそうそうそう、そんな回だったんだよね、あ、まあ、だから今日は4回目って言ってるけど、まあ本当は5回目なんだけど、私たちにとってはね、そうそうそう、ただただ楽しい話をここのね端っこでしたっていうだけ、どこにも行かないその話の内容はそう、もうすごいいい経験だったよねあれでもねそうだ、早瀬ってポジティブに丸めようとすんで全然いい経験じゃねえよ、伸びるしかねえじゃんこの先、やっぱ伸びていくためにはそうだね、で失敗はありきだね、それよそれよマジで、特にポッドキャストってまたねちょっとね、今までやつは YouTube と違うからさ、いろいろ学ぶって、まあね私話メインだしね、そう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 、そうなんて、うん、だから私は未だにこうやってまたコメントこうやって見てずっと隙間からドアの隙間からこうやって見てあ、ちなみに質問で、あ、私何県出身ですかって、私 あったね、私多分さあれじゃない、何の流れで聞いたんだかな、どこだった、多分私がスキーの話してたから、あー、ね、新潟だもんねあなたね、そう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 、私神奈川です、そう神奈川、神奈川、神奈川、うん、神奈川県都会っ子、そうでもないけどね、都会っ子ですよ皆さん、そうでもないですよ全然ですよ、私東京とかたまにさ渋谷に、あ、出身渋谷ですとか言う人、渋谷
家なんてあんの？渋谷で生まれることってあの人みたいなさ、ね、ごめんね失礼かもしれないけどさ、ね、あそこの渋谷で生まれて育ったの？思うじゃん。本当？渋谷って案外あんのよね。想像できないよね。でもそうあるんよ。そうあるよ。最初すっごいびっくりした大学行った時に。あいたやっぱり。私ほら大学が渋谷に校舎があったから。あそうなの？うん渋谷って書いてえみたいな。あそこで生まれたの？どうやって生まれたの？どこ家どこみたいな。家どこら辺の家？あれあその子はあだから渋谷区だけどほらもちろんあのクロスロあの交差点とかじゃないよ。あのほらもっとあるよねあそこら辺も家ね。アパートとかね。ビルの2階とか、ね。どうなんだろうね。ビル何かなぜこう住んでるのかな。いやでもその気持ちすげえわかる。ここら辺のどこに家？思うよね。だからそのレベルよ私も。はい、そうなんですよ。今回からマイエピソードおすすめを一つずつ紹介し軽くね、うん、していくということで。そうなんでございます。あ私から言っていい？いいですよ。私ねこれなのこのアプリなんだけど。あ、oh, OK Allo Moves っていうアプリ。はい、これさ違うのこれエクササイズのアプリ。私さ今までさあの YouTube でこう、うん、なんていうんだろうエクササイズのさ、うん、10分エクササイズとかやってたわけ。はい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 。でもさなんかさまあそれでもいいんだけどだんだんなんか飽きてきちゃって、うん、なんかないいのないかなと思って、まあ、結局これ有料会員なんだけど月10ドル。ああ悪くないじゃないでしょ。全然悪くない。でさなんか、うん、この人たちちゃんとしてプロの人たちなわけよ、うん、あの本当になんかこうライセンス持ってる人たち、うん、でいろいろあのヨガとかあとピラティスあとフィットネスとかメディテーションとかあって、あお家でできるやつ全部。そうあいいじゃん。でなんかすっごいいっぱいあるメニューが、うん、であの自分の好きなインストラクターもいっぱいいるから選んで、うん、その人のシリーズから選んだりとかして、うん、結構いい。あ私今のところ結構気に入ってる。えいいかおちゃん何やってんの？私はね最近ねピラティスとあとこのねこれ私なんてプロナウンスするのか分かんない。バーってみんな言ってんだけど、うん、バレーみたいな B-A-R-R-E。 私はね果たしてちょっとこれバレーではないんだ。バレットではないんだ、うん、そうそうそう。なんかちょっとねあ私には新しい分野でまだ調べないと分かんないんだけど、うん、なんかね、まあでもちょっとピラティスに似た感じ。ああそうなんだ、うん、で私のお気に入りはねビアンカちゃんとエミリーちゃんっていうね、そうですね、うんうんうん、インストラクターがいるけどね、うん、まあきっちんだ、うん、まあそりゃそうよね。あんないい引き締まった体作るには、うん、ゆるゆるのなんか簡単エクササイズみたいなじゃダメよ。ダメなんだよね。この短い時間だけを1日に1回やるあれなんであれば きつくいくよっていう感じじゃん。そう、うん、しかもさなんか今までずっとあのなんか音声あんまり喋んない子っているじゃないインストラクターで、うんうんうん、で YouTube でそういう子を見てたの。なんかもう10分ペーンって言ってこうなんか見ながら真似していくみたいな、うんそうねうん、でもこの人たちは結構ずっと Hey みたいなブーンとか言ってすっごいプッシュしてくるわけよ。ああそうなんだ。あそれいいね。プッシュしてくれるんだよね。無理なんですけどみたいな状態からじゃあこれはできるって言ってまた次の段階にまた押してからああってなるけど、でも押せばできるレベルで終わらせてくれるから、うん、なんかすごい達成感があっていい。ああそうなんだ、うん、え何分ぐらいあるわけ？あのね物によりよ5分でできるやつから50分とかいうのもあるし、うんうん、30分とかも自分で好きなの選んでただ再生するだけ。これすごくいいのでおすすめです。あ日本の、ね、アカウントでねもしできるか分かんないんだけど、うん、アメリカ住んでる人いたら。あのアロってさブランドなんだよね、もともとこういうフィットネスの。あそっから出てるのね。そうそうそう。でその必要なブランドがこういうなんかアクティビティのなんかそうそうアプリ。あなるほど。でもさ私もヨガやるけどさ結構自分の私何も見ないでやってるからさ、うん、自分の知っているのを結構繰り返してやってるのがあのたまにちょっとこう変えたりとかして、うん、だけど飽きたりとかしたらそうだね YouTube とかで見たりとかして、うんうん、なんか学んだりとかしてるけどこれはもう全部お任せでねやってるのを見てやればいいからいいよね。そうそうそう。でなんか結構ねこうねモチベーション上げてくれるから。あ本当それいいよね、うん、モチベーション上げてくれる。いやほらちょっと高くないけどお金払ってるっていう分あやらなきゃってなるじゃん。あそうそう、まあ、10ドルぐらいだったら ね、まあ、ジムぐらいの重さはないよね。なんかジムはマジで行かなきゃガスを運転してまずこうパックして、yes. ブラはいる、yes. いらないみたいな。そうそうそう。てかもう前日から始まんじゃん。明日ジム行こうかなみたいな。朝か。じゃあ朝行きたいから何時の業務わかる。シャワー浴びてくるか来ないか問題とか出てきてね。替えのパンツ必要か必要じゃないかとかもうなんかもう
もうそういうの考えるのが嫌。ジムな、ジムめんどくせえ。私もジムはあれだわ、うまくいったことないわ。まあ、自宅でできるならそれが一番よね。そうね、いいんじゃない。うん、かおちゃんちょっと試してみて。これはおすすめでございました。私のおすすめはですね、これだよ。で、逆やね、ラベルが。これはね、ブラックトリュフオイルだよ。だから、ラベルが見えるかな。見えてないっしょ。あのですね、皆さん、トリュフオイルよ、トリュフ。ね、かおちゃん、トリュフよ、わかる？オイル。うん、これね。結構ずっとオイルの話してんだよ、私たちね。あ、私たちオイル好きだもんね。いろいろあるね、オイルって世の中、あんた。どういう風に使うの？私はね、ベイクドポテトを作りました。あのさ、包丁のがさ、なんかすぐります。なんか英語の教科書みたい。本当に私はベイクドポテトを作りました。トリュフオイルが好きです。何を使うかというとベイクドポテトを作りました。包丁がまっすぐではなくてなみなみのやつを使います。あ、あるの そういうの。 Yesわかる。ポテトのさ、ポテトがなみなみになってたの、うん、あるね、ベイクドポテトみたいな、それみたいな感じでこう切るね、うん、そのなみなみの包丁で、うん、ね、でそれ包丁ってすごい新潟だよね。あ、そうなの。包丁、私包丁だよ。あ、包丁、あ、本当。うんうん、そう、そうなの。で、なみなみで切って、絡みやすいね、なみなみで切ると。あ、味がね、あ、オイルがね、うんうん、そうで、普通のオリーブオイルよりちょっと多めで入れると風味が結構ついてですね、これで、あのフェタチーズを乗せて塩コショウとガーリックで、うん、食べた、うん、っていう感じで、いいね、すごい美味しいよ。へえ、だからおすすめです、これ私のね、本日のおすすめでした。 Yes, yes. それでは、うん、はい、ということで、ね、はい、今日のお題に行くんですけれども、今日のお題はデデンデンデデン、アメリカの運転についてお話しようかなと思いますよ、皆さん。はそれな、それな、うん、私最近免許取ったの。それなんですよ、皆さん。あのね、かほちゃんは初めて日本で免許を持ってたわけじゃないよ。持ってなかった、だって別に神奈川必要じゃないもん、車。私いつもママとパパの車乗ってただけだもん。それな、うん、だから今まで運転には別に苦労していませんでしたが、ね、ハワイに来てこれは大変だ。そういうのだったら、あんな汚いバスに乗らなきゃいけないからね、免許持ってなかったらどうする。あの気分で来るやつな。あ、だからそれよ、私だから潔癖だから、バスめちゃくちゃきつかったもん、もうどこも触らないみたいな、もうそうだよな、ずっとこういう感じ。私時間の方がなんかストレスになって嫌だわ。あ、それもそうね、うん、組んだか組んないんだかね。そうだから免許取って結構あれじゃない、時間があんま経ってないじゃん、だから新米なの私。そう、多分話したいことがいっぱいあるはず、ね、ここにね、すっごいメモがあるの、私の運転しててすごいこうアンコンフォータブルなことを全部ここにリストにしたいから。あ、オッケーオッケーオッケー、いろいろあるよ。いいじゃん。私は免許を、自分が高校生の時に取って、だみんなそうよね、基本日本の子ってね。なんかさ、私地元がさ、ほら田舎だからさ、みんな取るんよ、高校生の時に。うん、そう、高校生の時に取って、で就職する時にさ、みんな車買ってさ、うん、でそれで仕事にみんな行くんだけど、私はその流れで取って、で地元の専門学校行って、でそっからはね、地元出てからずっとペーパーだったんだけど、そうほら一応日本で免許取って、で今度海外でまた免許取ってって言って、まあ、うん、ニュージャージーでちょっと運転してたからね、ニュージャージーと。アメリカで切り替えじゃん、日本の免許持ってってじゃなくて、アメリカでテストしたの。切り替えはできないんだよ、ね、州によって違うんだけど、まあ、とりあえず日本の免許持ってるじゃんか、うん、で、ニュージャージーに引っ越したのね、2012年の時に、うん、でその時に、結局筆記テストだけ必要だったの、実技はしなくてよかったのね。そう、だから筆記的テストだけやって、で受かって、で免許もらえた感じ。いいじゃん。でそこからずっとキャリーしてる、うん、どう？ハワイで運転するの。いや、いや、いろいろ言いたいことはいっぱいある。なんかやっぱりさ、ニュージャージーっていうのはさ、ニューヨークとほらくっついてるからさ、うん、まああっちは運転が早いのよね、みんな。メインランドは早いって言うよね。あ、本当？そうなの。私カリフォルニア行った時も、うん、すっごい早いから、うん、あ、本当？なんかさ、特にさ、そのイーストサイドの方とかだとさ、うん、うちらそれこそ本当に何、そのカナダのナイアガラのあたりからさ、一番下の
ね、フロリダのさキーウエストまで運転してたことあるけど、うん、やっぱり一番こう荒くて早いなっていうのは、でも全部ハイウェイでしょ。そうだそうだね、うん、うん、もうニュージャージーとニューヨークとあとフロリダはみんな運転が速いし荒いなっていうのが経験はあって、そこからハワイ来てなんかわーゆっくりなんかみんなゆったりしてるなっていうの、ゆっくりしてる感じ、ゆっくりしてるっていう印象は初めあったね。ほんと、うん、あの道路もいきなりキュッと小さくなるし日本サイズになるよね。あーそうね、幅がもうすごい狭い。あー、なんか隣の車触れちゃうんじゃないかっていう距離じゃん、うんうんうん、だからちょっとそれは慣れるの大変だったけどね。やっぱ初めの時は駐車で、はい、削ったりしましたけど本当に、はい、ね、やっぱり狭いんだ比べるとね。特に駐車場はすごい狭くない？あ、いや私ほら、うん、やったことないからさ、うん、私だって ここで運転する前運転したのって言っても本当にディズニーランドのゴーカートよそれでも私もう運転が下手って悪名高いやつだったからね。ゴーカートでさえこいつに運転させたらすぐにこの周りのさこのゴムのね保護がついてるじゃん、あの道路にバッコーンって、全然進まばコーン、あれそれあれだわ、あのゲームでやるときにずっとズン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 、マリカじゃんそれ。そうそう、まっすぐ行けないやつそうそうそう、そうなんかね、多分ハンドルをこう切りすぎちゃってるとか感覚が全然分かんなくて。でもさ、こっちで車運転慣れてきたでしょ、駐車も慣れてきたでしょ。最近やっとよ、うん、もう最初私だってその仮免、うん、ハワイはさ何も持ってない人は最初にその筆記試験受けるじゃない、うん、まあ、筆記試験って言っても結構ベーシックな、ね、まあ、ちょっと勉強しておけば大体パスできる感じなんだけど、うん、それやった後にロードテストじゃん、うんうんうん、でロードテスト、まあでも全部ですっごい安いのよ。でも日本ってだって30万とかするでしょ。そうだね、社学、私は社学行ったからさ高校の時に、うん、でしょ、結構お金かかったね。で時間もかかんじゃん。そうね、ハワイは多分全部でトータルで多分何百ドル行ってないぐらいよ。そうだよね、社学行かなくていいもんね、要はパスできたらいいっていう話なわけじゃないか。でもってことはあなた誰かに教えてもらわないといけないわけじゃん、それ、うん、でそのパーミットって言ってその仮免許の間は誰かその免許を持ってる人が隣に座ってる状態なら普通にあの、うん、道に出ていいよって感じじゃん。みんなそっから始めるよね練習。でもあんたもう私時速5マイルとかでもなんか無理なんですけどみたいな、うん、てかさあのさそもそもあんなでかい車に乗って、うん、あの周りにも人がいるわけでしょ、はい、歩いてる人車の人自分の命もあるわけじゃない。そうね、もう責任持てないと思って。うん、でもさ誰もみんなどこかから始めなきゃいけないからね。そうよ、もう初めがなんであるね、絶対に無理だと思う。私何回泣いたことか練習中もう無理、分かんない、もうだってストップって書いてあるからストップしたけど、じゃあ次誰行くのみたいなさストップのとこね。そうあれな、で行こうとしてるなんか向こうもちょっと行こうとしてきてなんかプーされちゃった、どうするみたいな。もう嫌だ、いやフォーストップで嫌よ本当。やってけどもうね、そもそもよ、そもそも論、うん、車のあの運転システムが私は納得いってない。なんでここでこうして、で足でガスを踏んでここでこう水なりウィンカーなりをこうやる、もう全然もうなんかリモコンってこういうさ何コントローラーみたいでやったらいいのにねL で押したら発進とかさ、ここでいいじゃんね。なんでこの全身を使ってやろうとするんだろう。私それこれなら事故るって。本当、うん、もう本当体感で運転してるってとこはある。私もあー、まあそれがあんのか。もう全然わかんない、未だになんだけど、私あの赤信号で止まってるじゃない、はい、止まってる間ブレーキを踏んで、よくみんなブレーキ踏めてるなって思わない？なになになに、どういうこと？痛いの？くるぶしが痛い、くるぶし、なんだっけ、痛いっていうか、だけどだんだん、ね、気になってくるの、その踏んでる足が、あれ私の足の角度はこれで合ってるかなとかあのなんかさ、たまに夜寝る前に考えすぎて呼吸の仕方わからなくなるみたいな感じよ。あれ私のさ私が思うに多分、例えばさ、そのなんだっけ、足とかいう言葉があったとしたら、足、なんか変じゃね？あ、そう、なんで足？ゲシュタルト崩壊みたいなね、足っていう漢字見始めたら、なんか足、こんな感じだったっけって思うやつで、それの延長線、もうそれの、もうほんと、お友達みたいな、ずっと足を押してるもんだから、なんか、私今、押してる？
押してあ押してるかいやでもこの角度でよかちょっと足ずらしてみるかなとかさ、なんかさ考えすぎてもうなんかわけわかんなくなっちゃってテンパるみたいな勝手に赤信号だから休めっていう時なのにね、うん、なんかで細かいことはだんだん気にし始めちゃうんだよねあれ私は今ブレーキを踏んでどこにアクセルあるんだみたい な, なんかアクセル左にあるけどあれなんかちょっと足でこうやってだんだん探し始めあここかみたいなあれみたいな動いちゃう車動いちゃうよそしたら、うん、全然わかんないやばいよく生きてるよ本当に右足で押してるでしょ全部あそうそ う, そうよ私さそうよ昔旦那の知り合いにさあの両足使って人がいた面白くないブレーキは右あのアクセルが右でブレーキが左っていう。それの方がメイクセンスじゃない？だって自分でだってやり分けができるんだよ。慣れちゃえばね。あまあでもちょっと分かんなくなっちゃうのか。なんかこういう旗上げゲームみたいになっちゃうから。だからさ、右上げて。こっちじゃなかったって言ってパコン入るわけでしょ。入っちゃうじゃん。でもさ足だけでさこのブレーキとアクセルの位置を把握してるわけじゃない？そうね。たまにだって足をじゃあ乗った時にはい乗りましたって言って足を伸ばした場所がたまたまアクセルだったらさそんなことはないのよなんでないのそんなことはないわけどうやってそれフィギュアアウトするわけよあもうね体感なんですよだったらそこ近くに置くなって話やん、まあ、近いよなあれな、うん、えだからあれじゃないおじいちゃんおばあちゃんが間違えてさそうよ押しちゃってさだからアクセルレストランにバーン入ってくるやつでしょ気持ちわからんでもないもん本当に申し訳ないけど気持ちわからんでもねえなってあとこのバックになってたっていうねドライブだと思ってバックになってちゃって、うん、後ろからパコーン レストランに気持ちわからんでもないからだって私取り立ての時に、うん、未だに若干不安だけど、うん、エンジン切るの忘れて外出てたりしたからね、うん、カホみたいなエンジンって言ってあっそんなやつおるかって言われたよね怖いなアメリカの道で言うと、はい、右折のって赤信号って一回止まったら止まって確認して車来てなかったら赤信号でも右に行っていいのよじゃあねそれね Yes でしょありますねでね一つここのうちにいつも来るときに、はい、あんのよサインがてかさそれはまずベーシックのノーリッジとして、はい、基本的に赤信号で何にも書いてない限り赤信号でも一回止まったら右折していいよっていう基本の情報がありますね。でそこの道にね赤信号で右に行くときに信号があってサインに No right turn 右折すんなとそうでっかく No right turn って書いてあるの右折するな Yes Except、うん出た。エクセプトなんだっけ？右折禁止。ただし一回止まって車来てなかったら、しっかりチェックしたら行っていいよってやつがあるようなあるようなあれ。そうなの。でもさ、いっぱいある結構。え？みたいな。知ってるけど、でもそこに No right turn って言われると、しっかり書かれてるもんね。ダメかって思ってよくよく見ると、あ。言っていいんかみたいな。そう。謎謎かいなってそんな知ってるわってじゃあ書くなやっていう。あれよな。多分さ、あのほら、No right turn ってもうだけ書かれてるところはここはね、その州でも右折していいって言うみんな言ってるけども、ここの今のここの信号のとこは右折はやっちゃダメだよ。危ないからね。事故が結構起きてるからねってとこじゃんね。そう。で、かおちゃんが言ってるのはその右折ダメだよ。でもチェックしたらいいよっていうやつでしょ。それはさ、あれなんなん？結局さ、あの右折結局あれよね、渋滞を減らすためとかさ、そういうためにフリーライトターンがあるわけじゃん、アメリカっていうのは。うん、ね、あの、うん、赤でも行ってもいいですよ、車が来てなければっていうのが、うん、その右折のさフリーターンでしょ。うん、で、そのカホちゃんが言ってんのはさ、ちゃんとお前チェックしろよ。でダブルチェックしろよ。あ、来てないんだな。ゆっくり行けよっていうやつだべ。何なのそれ、分かってる。だってみんなどこのレッドターンだってそうじゃん。そうなんだよね。そうなんだけど、そこはもうなおさら一回止まって俺のサイン見ろよ。読めよ、最後までいけるなみたいなことでしょ。そうそう、だから何回もお前チェックしろしろしろ、ゆっくり行けよっていうやつよ。それをやっと理解するためまでに5回ぐらい何回も通ってこうやって、うん、あ、結構私も読む。何あれ、引っ掛けじゃんっていう感じでね。謎謎やんな。ホノルルの方
も結構あるじゃない。あ、本当？海沿いの方とかさ。本当やあれ。No right turn って書かれてるんだけど、except って書かれて下の方にね。書くなよ。あれはさ、旅行してる人はちょっと分かんないと思うよ。うん。絶対難しいと思う。複雑だよね。分かる分かる分かる。あとね、車線変更。車線変更はまず一番最初の基本じゃないですか。難関や。あのね、私いまだにもうここのミラーが信じられん。自分がさ車に乗った時に、うん、こう見るサイドミラーがあるじゃん、じゃあ右と左、うん、これをさ自分の高さに合わせてまずアジェストしないといけないからね。したよ。しても信じられんの結構当てになるぜあれ。なんかさ多分ね、私ね、うん、私今このトラストイシュー空間あ、ね、じゃあ空間把握のあのスキルがすっごい低いっていうか、もうなんかちょっとここ前言ってたよな、ちょっとここブロークンなんじゃないかってたまに思う時があるのいやいや、多分それはもうほら多分子供の頃に触れてなかった、なんかわかんないんだけど、だから自分がここにいて、うん、一番私の中で難しいのは自分が運転してますこのスピードで、はい、前の車がもう違うスピードで運転してますね、はい、でここに車間距離がありますね、うん、前の車と自分の車の間に、うん、この距離を私がどんだけのスピードで走っていったら前の車に追いつくかっていうところの感覚がつかめなくって、うん、でいや止まる、こんくらいだけブレーキかけてたらあそこにたどり着くまでにスローダウンして止まるだろうっていう思うんだけど、その見積もりが大体間違ってんの。え、結構割と近いんだ、うんうん、スピードが速いまま車に近づいちゃって最終的にクッてなる。お、それ目のあれじゃなくて眼鏡かけてんの。あ、じゃあ感覚のあれだね。感覚なのよ。だからそれと同じで、そのサイドミラーに映ってる車もどんだけの距離があって離れてんのかがちょっといまいち、こうやって見るよ、ちゃ目視もするけど、なんか大丈夫か大丈夫かっていうのを何回か繰り返して、まあ、多分その後ろの車めちゃくちゃイリテートだよね。あ、そうか、早く行けよみたいになってるから、すいませんって言いながら。もうあれだよ、経験じゃない多分。経験でなんとかなると思う、まあ、でもさ、それよ、そうさ、経験でどうにかなるっていうのと、あともう一つよく聞いてたのがその戸惑い、うんうん、躊躇が事故を引き起こすみたいな。行って行くか行かないか、行くか行かないかっていうのが一番危ないよって聞いてたんだけど、うん、あなたも経験とその躊躇なしって言って大縄跳びにジャンプしに行くのと同じやんけって思ったの。どういうこと聞いた。大縄跳びに、大縄跳びで入るじゃん、経験、ああこうやって1、2、3みたいな、いいよね、それじゃん、はい、その感覚じゃん。そうね。でもそれってもうめちゃくちゃなんか誰かを当てにしてない？なんか責任取れませんって思っちゃう。あー、なるほど、ね、なんか確実じゃないじゃん、わかんないもんだって。もしかしたら縄がヒュってくるかもしれないよ、ないよっつって。それが縄ならいいけどさ、はいはいはい、運かよみたいな。結局運じゃねえんだけどね、運かよって思う。運じゃねえんだけどね。なんかでもかあれと思うわ、あの経験と思うわ、私は経験の問題と思うわ。もっと長く運転したら、だってまだ取ってどんぐらいよ、あなた半年も経ってねえべ。経ってないかもね。経ってないね。だよね、うん、多分やっぱそうよ、やっぱり感覚で見えてくると思うよ。本当に、うん、ごめんすっきっぱんだけど、うん、私すごいもともと大雑把なわけ、いろいろ、まあ、見ててご存知の通り、うん、水とかめちゃくちゃこぼすし、うんうんうん、さあその水とかめちゃくちゃこぼしてるのって別に拭けばええやんって思ってるわけ私の中で、うん、だこう水とかをこう持ってく時にも、まあ、ちょっとベーンってなっちゃった私もまあ水やし拭けばええやんみたいな、うん、そうその感覚でこう全てに対して生きてるから、うん、車もなんか最初の方あぶつけちゃったらまあ仕方ないかみたいなそういう感覚がどっかに頭の中にあって、はい、なんかこうなんか神経質なんだけど気楽の部分もあるみたいな、なんかまあなんかだからよくみんなぶつけないなって思って、よくその水キャリーできるね、こぼさないでみたいな。さハワイである車みんなボロじゃん。
あ、まあね、え、めっちゃぶつけてるよねみんな、まあ、だからさ、ほら、なんて言うんだろう、建物とかさ、ポールとかにぶつける部分にはいいけど、まあ、人とか車とかにはね、みたいなさ、あるよね、横か来たねみたいな感じのやつとかあんじゃん。あと横ぶつけてる、まあ、あの牛、完全にポールに後ろからポンいったねっていうこう、ね、なってるのもあるよね。あと車庫ぶっけたろうなみたいな感じのとかさ、ある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 、みんな直さないね、しかもね、直さないよね、まあ、別にいいんだろうけどさ、走ればさ、なんかもうほんと車、オシャンティな車は本当にお金すっげー持ってる人か、それかレンタカーじゃない、ああレンタカー多いね、あ絶対そうよ、私が思うにね、それがね、ハワイはね、ハワイほら渋滞に弱いじゃない、うんうん、渋滞弱くない、渋滞やば、私が思うにね、問題はね、そのほら結局さ、場所によって4レーン5レーンあるとこもあるけどさ、場所によってほらすげえ1レーンだけのとことかあるじゃん、うん、なんか例えば、うん、ハワイ海の方行って、うん、でワイマナラの方行って、もうあそこら辺ずっと1レーンじゃない、うんうんうん、でそこ過ぎてさ、もうノースの方とか行くと全部1レーンだからさ、うん、まあ、あそこら辺忙しくなったらもうどうしても渋滞になっちゃうんだけど、そうね、ずっとあそこね止まってるよね、いつもね、そう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 、でもなんかあれよね、そのほらほら、そのさ、場所に慣れてないさ、ツアーの人がさ運転しちゃうとさ、やっぱり道分かんなくなって、おどど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 ってなってきて、パコンっていうさ、あそう、ね、パターンが結構多いんじゃないのかな、確かに確かに、うん、いやーもうね、未だにね難しいですね、車の運転はね、課題だ、あとね、このね、あのこのウィンカーとこの水出してこう洗浄するやつと、はい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 、あとこう雨降ってきたらウィンウィンってなるやつ、あれなんていうの、あ、何、ウィンカー、え、何、なんだっけあれ、あのシールドみたいな、ワイパー、あ、ワイパーか、うん、そう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 、うん、あれがさ、いまだに分かんないね、私ちょっと、あ、俺も分からんねよ、あれじゃん、うん、でさ、なんかさ、オート、いつもオートに設定してるの、一応、うん、なんかまあ雨降ってきたら勝手にやってくれるとかもあるけど、うん、たまに雨降っても動いてくれない時あるのよ、なんかなんか認識しない、そうそう、なんか認識してくれない時があって、うん、まあ、手動でこれをオンにしないといけない時なんだけど、はいはい、もう全然もう運転しながら全然わかんないの、うん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 、あれみたいな、後ろ動いちゃった、あれみたいになって、はいはい、最終的にもうこれだけ覚えてるんだ、私こう手前にピッてやると引く、うん、水がピッて出てこう、ね、ちゃんちゃんって正常して1回1、2回洗浄して止まってくれるやつ、うん、もうずっとそれやってる。もうわかんねえ、わかんねえっつって、もうこんなとこ、ここ気にしてる方が事故起きっから。これさ、やってんだったら、ちょっとさ、止まって宿題したら、あ、どうだっけ、雨降るときはどうだったっけ、あ、ここね。あ、こうやってこう休んでさ、雨降るときどうだったっけ、あ、ここねって宿題しんの、しねえよ、そんな。そんな時間ないんだよ。もう暮らしがあるんだよ、もう行かなきゃいけないんで、車乗ったら朝もう。それな。うん、もう行かなきゃいけない。そういうとこと。でも、土壇場になっても、わかんない、やっとけばよかったって言ってもずっとカッシャッシュッって言って、もうまたこうやって止まっちゃうから、またカッって言ってずっとピシュッカッシュッ。私そう、それでね、ハワイに来た時にさ、そのメインランド比べ、メインランドと比べて、ああ、ここで運転する人たちはみんなおっとりしてるなと思ったの、うん、でなんかオッケー、このさ、オアフのさ半分の右の方ね、カネオヘとかさ、うん、カネオヘとカイルアと、あとワイマナロとかハワイ海とかさ、うん、あっちの方はゆっくりおっとりしてるわけ、うん、で、そう、なんか山もあってさ、なんか背景とかも結構さ、うん、海とかばっかりでさ、なんかおっとりしてるわけ、旅行者とかに言うやな、あそこら辺のドライブ、まあね、そうでさ、だんだんこのさ、タウンに近づくにつれてさ、あれあれ、ハワイはみんなね、運転がゆっとりでおっとりって聞いてたけど、あれなんかみんな速くねみたいな、まあ、ハイウェイにだんだん入るからさ、うん、なんかそのホノルルの方とかカリヒの方とか、そのなんだっけ、エアポートの方近づいてくるとみんなだんだん速くなってて、はい、ウエストサイド入ります、あれバイーンこれハワイっすかみたいな、なんか一気にちょっとね、ニュージャージーを思い出すかのような運転の仕方みたいな、煽ってくる煽ってくる、まあ、大体煽ってくるっていうと、まあ大きいトラックなんですけど、そうそうそう、いつもゴリゴリのね、ゴリゴリの兄ちゃんトヨタのさ、あ、タコマだ、めっちゃでっかいタコマなんだけど、いつも言ってるから、カホタね、あれから出てくる人はみんなちっちゃい女だから、ちっちゃいさ、髪の毛真っ黒でここら辺ポニーテールして可愛い子がちょんって出てくるわけ、大体彼氏の車かな、多分ね、もうすっげーみんなボンボンって煽ってきてるってさ、怖で、全然道ねえとかボンって言ってさ、カットインしてきたりとかしてするよな、あれ全然みんななんか違うじゃんみたいな、本当にそうっていう印象ですよ、すごいよね、私は。でもさ、うん、
こう西の方からさ、うん、こうタウンの方に行くときにさ、はい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 、ハイウェイってまあ基本的に結構みんなスピードブーンって出してるじゃん。そうだね。でそのノリのまんまさ、うん、どっかさこのタウンに出る途中よ、うん、めっちゃ道狭くなるとこない？わかるわかるわかる。本当ね。あれはもうどこら辺って言ったらいいんだろう。あれどこ？カリヒじゃない？カリヒの、あ、カリヒも超えてっか。カリヒも超えてて、多分さ、あの UH あたりじゃないの？あ、そうかな。なんかこういう道、なんかちょっと曲がってく道で、そう。めっちゃもう多分もともとワン車線少なかったところに線消してもう一つ増やしたべっていうぐらいの狭さじゃない？うん、結構狭い。でもさ、なんか曲がってる道なのにもかかわらずめっちゃ狭くなってる。そうで、みんなそのままのスピードで入ってくるからさ。あそこちょっとドキドキする、うん、でしょ。いつでもあそこ運転するときドキドキするし、うちの旦那があそこを通ったときに、これ隣の車触れるよ、なんかチキンウィングでも持って窓にこうやって油で絵でも描こうかねって言ってたところよ、あそこでしょ、うん、あそこめっちゃ怖いのよ私、ね、うん、あそこみんなあそこちょっと下ろしてほしいな、あのスピードな、ね、うん、うん、あ、もうなんか一車線本当に減らしてほしい、もうちょっと幅増やしてほしいよね。え、でもさ、あれじゃん、どこも結局渋滞になっちゃうじゃんか。渋滞マジでひどいよ。渋滞ほんとすごい。じゃあどこもすごいじゃん。だからレーンはやっぱ気持ち的には増やしたいんよ。あ、まあね、ハワイはだって新しい道路作りたくないじゃない。じゃあね、ね、他に作りたくないじゃん。でもだからといってさこの交通機関めっちゃ弱いじゃんか。弱いもだって、いつになったら電車できるの。電車全然作ってくれないもん。これ最近あれだよね、試運転してるよね。ずーっとしてるのあれな。ずーっとしてもなんか試運転して、試運転してまた10年経っちゃうんじゃない。ね、1日何回も何回も練習、何のためにあんた練習してんのかさっぱりわかりませんけど。あれなんかさ、やらなきゃいけないんだってね。なんかこう運転させるために、お客さんを乗せるために一定期間こうなんて言ったら流しでこうなんて言うんだろう、あの部品がどう大丈夫かとか、こう耐久テストみたいなやつみたいなんだけど、なんかいやねえ、だってまだカリヒのさ、だって最終駅できてないよね。マルカイの前にまでじゃん今。そっから多分マルカイの前が最終地点じゃないの。あそこからもうちょっとエクステンドしようとしてるはずよ。あ、そうなんだ。多分ね。でもまだ工事やってんじゃん。なんかさ、日本、これはもうあれよね、日本はとら交通機関強いじゃない、バスも電車も強いじゃん、うん、だからそこの経験あるとどうしてもね、もういつまでもいつまでも何やってるのって思うよね。なんか直してくれない。みんなお昼ご飯食べに来てるだけじゃない。だからさ働いてる人 ね大変よね。あの交通機関を直してくれたら渋滞はもっと減ると思うよ。でも電車で直るもんかな、どうだろうな。だってさ、一人に1台車乗ってんべ。そうよ。そうしたらあれだけの量になるよやっぱり、うん、ね。でね、子供をね、送っちゃ迎えに行き、送っちゃ迎えに行ったり来たりじゃない。だったら電車使ったら全然解決すると思うけどね。それこそ1時間に何本も走らせたらさ、日本みたいな感じだったね、まあ、どうだろうな。解決はあると思うんだけどね。どうしてもあの渋滞はもうずっとヘディックよ ね。ずっとヘディック。ハワイの仕方ないとこだね。ゴキブリと交通、それな。あと花火と花火と花火な、年末の花火な。まあもっといっぱい探せばあるだろうけど、ね、いっぱいある。まあどこも住んだら問題はありますよね。仕方ない、仕方ない。ではさてさて、メールが来ております。皆さん、質問、あの質問コーナーじゃ何て言うんだっけ、あってご相談のコーナー、違う、ご相談のコーナーだけ私名前つけたの、肩ポンポンのコーナー。肩ポンポンのコーナー、皆さん今日から始まりました、肩ポンポンのコーナー。なぜなら私たちに相談が答えられるかどうか分かんないけど聞けるよっていう、みんなこうやって大丈夫、そういうこともあるよねっていうコーナー。そう読みますね。はい、のぞみさん、かほさん、ポッドキャストスタートおめでとうございます。のぞみさんの YouTube チャンネルを登録してから9年、すべての動画を見て高評価も押しまくり。おお、YouTube を見すぎてのぞみさんの喋り方が映り、わかる、私もめっちゃ映ってる。なんだかさ、なんとかさってやつあとジャーンってやつ、あ、なにこちゃん
あ、本当？あ、素敵だなと思った考え方はメモあったりポッドキャストと YouTube 両方を聞いてみて、スリーベアーズはもちろん T シャツと風呂敷を買うという、ありがとう、完全にこれは推し活だなと自覚しているのぞみさんガチ勢のメイと申します。あ、お名前申してますね、申してますねメイさんありがとうございます。インスタライブで相談コーナーやってくださいとコメントしていたので、このコーナーとっても嬉しいです。ご相談を書かせてください、うん、いきます、はい、私は3歳の娘を育てているママです、うん、娘が今年幼稚園に行き始めたので私も短時間の仕事を始めました、うん、4年くらいブランクがあったので社会復帰したので、ブランクがあってしか社会復帰したので緊張しました、が久しぶりに大人と過ごす時間や会話はとってもリフレッシュになって、何より仕事で人に喜ばれたり認められたりお褒めの言葉をもらったりして育児では得られなかった充実感を感じています、うん、娘のことはもちろん大好きですし育児も家事も好きですが、やって当たり前、できて当たり前、できていなかったり失敗したりは自分を責めてしまう、うん、誰かに感謝されたり褒めたり褒められたりなんてほとんどないのが家事育児だと思うのですが、皆さんはどんな風にモチベーションを保ったり自己肯定感が下がらないようにしていますか、うん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 、のぞみさん、かほさんのご意見も伺いたいし、リスナーの皆さんのご意見もぜひ聞きたいです、うんうん、これからもお二人のペースで楽しんで配信を続けてくださいね、ずっと応援しています、ありがとうございま す。これいいね、これさ、意見ある人下の方書いてほしいね、コメントのところで、ほんとね、そうね、うん、で私がまたこうやって隙間からこうやって見に行くいろいろさ1時間おきにこうやってリフレッシュしてそうなんかそういう風に生活してるんか、まあ、そうやってほらほら情報さみんなでエクスチェンジできる場でもあっていいと思うね、みんなで肩をポンポンし合うっていう、そう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 、肩ポンポン、まあ、まずさあれじゃない、社会復帰できたことがおめでとうございますよね、ほんとそうね、うん、4年のブランクは長いでよ、そうだよ、だから結構大変だと思うよね、4年がブランクあって、社会復帰っていうかさ、その4年、うんうん、なんかさ、まあ、コロナの時期私も仕事できなかった時とかあってさ、うんうん、いやーなんか仕事っていうかこうなんて言うんだろう、社会の一部っていう感じがしないとさ、いやーきついね、あー分かる分かる分かる、うん、精神的に ね、自己肯定感とかがなんかもう今日分かんなくなる、なんかみんな経験してることじゃない、この特に、まあコロナがあって同じような経験してる人もいるかもしれないけど、うん、まあそれこそ育児してとかさ、うん、お母さんになった人とかはさ、うん、みんな通ってるとこだよね、うん、どうです、モチベーションを保ったり自己肯定感が下がらないようにしていますか、どういうふうに、うん、なんかさ、サウンド的にさ多分さ2つの、彼女はさ多分2つの生活があるね、メイさんはなんか2つこう2つなんだろう、仕事にしてる時の自分と、まあ、それはうまくいってる感じじゃんか、うん、ね、なんかいろんな人に感謝してもらったりとか、うん、お褒めの言葉もらったりとかして、うん、育児では、ね、得られなかったような充実感を得てるわけでしょ、だからそっちは OK じゃん、でその家に帰った時になんかこのどうしても自分がやらなきゃいけないことのができなかったりとか、うん、ね、それでこう責めちゃったりとか、そういうのを経験してるわけでしょ、だから誰かにこうね責めても、あ、褒められたりとかしないのがね、まあ、育児なんだけど、それでどうモチベーションを保ってるかっていう話だよね、うんうん、私からしたらさ、ほら私は子供いないしさ、うん、誰かを世話しなきゃいけないっていう立場じゃないからさ、うん、いや のぞみさんとか見ててもすっごいよくやってんなって本当に思う、なんかまずあれだよね、なんかね、私が思ったのはこれ読んで、多分さ、多分ちょっと多分完璧にできたらハッピーなんだよ彼女は、うん、多分仕事でも完璧にやりたいしお家でも完璧に多分やりたいんだよね、うん、でもさ絶対さどっかで手抜かないとできないわけじゃん、うん、ね、全て絶対にこうやってなんていうの、サーカスのさボールの上にこうやって立ちながらさこうやってジャグしてるようなもんじゃん、うん、ママってそうよ、ね、うん、これが仕事でこれが子供でこうやってやってんだよ、どうにか落ちないようにどうにかさっていう感じの状況なわけじゃんか、はい、そうだからね、私が思うにね、全部完璧にやろうとしなくていいと思う。なんか私もプロじゃないしさ、何育児のプロなのかわからないけど、うん、プロではないんだけど、だからこう彼女が探しているアンサーを答えられるかって言ったらあれかもしれないけど、なんかそんな感じしない、なんか全部完璧にやろうとしないで、うん、どっかで手抜かないと絶対にうまくいかないから、多分育児で悩んでるであれば、育児とか家事とか自分が得意なパートっていうのが絶対出てくるわけよ、うん、家事とかだと特にそこをめっちゃ頑張れば
自分褒めてあげられるんじゃないかなって思うけどね。自分、私の場合だったら料理だからさ、うん、料理さえやっとけば洗濯物回ってなくてもオッケーみたいな、自分の中ではパスできたわけよっていうの結構ある。あとはちょっとキッチンさえ片付いてればとかさ、なんかそういうのは結構ある、うん、あそういうねこだわりポイントを自分の中で何個かあって、うん、それさえ達成しておけば大丈夫みたいな、ね、自分の中では結構ラインが壊れて満足するんだよ、うん、でも結局自分の満足のラインってさ人によって違うじゃん。そうね。だからメイさんがその例えばさあ、じゃあ今日子供迎えに時間帯あ学校の時間に間に合って子供迎えに行けたって OK なんであれば、あとはもう他何食べさせてもいいし何時にでも寝てくれればいいやみたいな感じなんであれば生きてて大丈夫みたいな、ね、そうそうそうそれだとそれでそれこそねタンズアップじゃん。そうね。そうだけどやっぱりちょっとこうあの自分に期待しすぎてるっていうか、なんかそんな感じが私はするから頑張りすぎないでほしいなと思うけど、でも気持ちわかるけどね。わかる。うん。しかもほら、なんて言うだろう、やって、ね、書いてあるみたい、やって当たり前みたいなさ、やられた、なんかこう、それだぜ。多分向こうも、向こうっていうか、うん、ほら、家族とかもね、別にそういう風にしようと思ってやってるわけじゃないんだろうけど、ちょっとありがとうとかあってもいいんじゃない？みたいなさ。それ、私もそれはもう。そういう風になったらどうするの？言うの？言っちゃうんですよ。Where's thank you みたいな。うん。あの、毎日お皿洗ってますけど。っていう。だから言っちゃうんだけど、うん、でもさ、前も言ってたけどさ、私はお皿洗う係っていうわけでもないんだけど、まあ、でもほら家事全般で言うとそうじゃんね、うん、で逆にうちの旦那はさそういう例えば支払いのこととか、そういうのは私は一切心配してない。うちの旦那がそういうのやってくれてるからね、うんうん、だからそこは別に旦那は言ってこないしさ、あそっかそっか、だからそこでバランス取ってるわけなんだから、うん、っていうとこよね。なるほどね。そう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 。え、そういうとこある？なんか自分は家事の中でこれはやってて、で彼はこれをやってるみたいなさ、で手つけてないところみたいな。お金系はね、確かにね、もうそういうほらアメリカでタックスとかめちゃくちゃむずいじゃん、まあ、そういうのはもう本当にもう渡しっぱなしって感じだし、まあ、結構頼ってる部分もまだまだ多いから、うん、うん、なんか私自身はさ、ほらさっきも言ったみたいにめちゃくちゃ大雑把だから、うん、なんかこうできてなきゃいけないとかあんまりこう考えたことがなくて、ただなんかまあ自分がやりたいからやってるだけっていうかさ、うん、まあ、でもそれってほらなんていうの、私子供いないから言えることであって、子供とかさ自分がほらやっぱり管理してあげないとこうファンクションしないっていうかさ、うん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 、そういうね環境に身を置いたことがないから、多分それはそれで全然違うと思うけど、うん、モチベーションはねそれで保つのは難しいよね。モチベーションはね、だって毎日子供がさお母さんのところに来てさ、お母さん今日も迎えに来てくれてありがとう、ご飯も美味しかったよって言ってくるわけじゃないじゃん。それさ、でしょ？なんか私あのあれだわ、自分すっげー過度に追い込んだ時に子供によく言うやつだわ、一回も言ってくれないよね言うんだ、それ言っちゃうんですよ切羽詰まってエモーショナルにめっちゃなった時にキャメロン Thank you って言わないよね、食べたくないって言うだけだよねみたいなさ、でちょっとキャメロンもびっくりしたね、やっぱりもうこれ一番最後のやつだ、やばい最終ステージやそう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 、母ちゃん結構言い合ってんなっていうさ、だってどうすんの、言うの Thank you、 それでなんか恥ずかしがって言うんかな、言ったり言わんかったりみたいな感じで空気読めねえからさ、あいつここで母ちゃんめっちゃ感情的になってんのに空気読んでくれないやつがどういう感じなのか分からんけどもっと怒らしちゃうパターン、まあ、でもさ直接そうやって言ってくれた方が、ああそういうマインドに今いるんだなっていうのも子供とかほら家族も分かってくれていいかもしれないよね。コミュニケーション正直大事、ママがさ何にもずっと言わない、いるじゃん頑張ってるお母さんってさ、うん、自分で溜め込んで何も言わないで、うん、完璧に見えちゃうから子供も別にね、そういうのって結局オーバーフローしちゃうじゃん、いつかこう言わないでこの中でぐる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 回って結局最終的にパーンってなるのは絶対見えてるから昭和の母ちゃんたちだねそれ昭和もう出てっから昭和の母ちゃんいきなりさ、なんかいきなりあれ今日大丈夫っていうぐらいさ、キャンドルだけつけてずっと飲んでる夜中みたいなそれは答えてちょうだいで再現 VTR じゃん、これ絶対声かけちゃいけないやつじゃねみたいな、明日朝いるよね家みたいなさあるある、そういうの、ね、昭和の母ちゃんたちと追い込んじゃってさ頑張りすぎちゃってくるくるこの中で回っちゃうとね、この中で完結しようだなんて頭の中で完結しようだなんて思わない方がいいね。そうそう、コミュニケーションでも大事、小さくても子供分かるから ね、うん、そ, うね、それ大事、なんか一緒に育児してるんですよっていう風にさ、うん、もう子供にも、うん、あそうね、うん、一方的じゃなくってね、うん、っていうのを私も言うようにはしてるけどお母さんが読もうしょだるんだ
白い。え、でもね、かほちゃんもかほちゃんに大変なはずやんよ、まあねね、お子さんがいない人でもお子さんいない人はそれなりに大変だから、あの私はママママママがかわいそうっていうわけでもないの。そうね、うん、まあ、みんなさほらいろいろね、いろいろその自分の中の世界でいろいろこう辛いことってあるじゃない、け全然こうコンペアできないじゃん。それそれそれ、私の苦痛とあなたの苦痛また違う種類だしみたいな、それ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 、あなたは良くても私はダメみたいな、そういうのいっぱいあるし、そう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 、みんな満足度も違うしね、うんうん、でもほら、ね、あれね、家の外でお仕事始めたって言って、それはすごいいいと思う。バランスがね、そこでもだんだん取れてこれていいんじゃないの。だからさ、育児はそんな頑張りすぎないでさ、うん、まあ一人の人間ですからね、うん、そうそう。でももっと本当コミュニケーション取っていいと思う。特に子供、お子さん3歳だけどさ、まあうちも3歳いるから、うん、って言ってて毎日 あの3歳ですけどもまあね、こいつも一人の人間だと思って喋ってみて割と結構あれっていう、分かってんじゃんみたいな、うん、そうそうそう、うん、割と分かってるよな、うん、そうね、まあね、私は最後にみんなに言いたい、一緒に頑張ろうよってはい、肩ポンポンのコーナーでしたありがとうっていうね何ありがとうでは皆さん、本日 も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ポッドキャストがアップルポッドキャスト、アンカー、あとスポーティファイですね、はい。今ちょっとね、アマゾンポッドキャストもちょっと考えてるけど、うんうん、やるよ。またもうちょっとね、枠広げられたらいいね、うん、あとね、ボイシーはできないんですかっていう人がコメントがあったんだけどね、ボイシーね、私調べたんだけどね、データをアップできないんだって。ボイシーのアプリ内で録音したものをボイシーには上げられるけど、うん、こうやって私たちみたいにデータであのできたものをボイシーにアップデートするのができないんだって、うんうん、そうです。この3つで今のところ配信していますので、はい、ビデオはね、なんかいろいろ顔とかさ、なんかさ、皆さんが知らないようなことだったら、私がここにね、なんかいろいろイメージをつけたりとかして、こうやって入れたりする。そう、ビデオとかこうやって入れたり、こうやって入れたり。そうそう、見えやすいと思うんだけどさ、この3つのアプリはさ、運転してる時とかさ、移動中とかに聞けるから、おすすめだよ。私いつも運転して聞いてる。あ、もう音楽とかさ、最近聞かないんだよね、なんか。ずっとこうなって誰かが喋ってるのを聞いてると安心するっていうかさ。はい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 、はい。そうそうそう、ずっとその感じ。クスクスみたいな。そうそうそう。うん、そう。ちょっと音声がね、本当過去2回ちょっとね、ズタボロのボロズタだったんで。あ、そうなんです。皆さん、でもね、今回はね、4回目だから、そうそう、まあそこそこね、私たちも慣れてきたしね。あのね、フィギュアアウトしたんですよ、このマイクの、ね、設定をね。あとそう、この機械たちもだんだん慣れてきたから、そうそうそう、はい、これからはもっとこうね、お願いします、安定的な感じで発信できていけるんではないでしょうか、はい、頑張ります、精進いたします、はい、週一でこれからも頑張っていきますので、はい、ということで、また質問コーナーというかご相談コーナー、肩ポンポンのコーナーを継続していくために皆さんからの E メール、DM お待ちしております、ありますので、はい、ぜひ皆さんそちらの方も何でもいいよ、肩ポンポンしてもらってください、はい、何でもいいですので、何でもいいです、よかったらご参加くださいませ、はい、お待ちしております、はい、本日もお聞きいただきありがとうございましたでは皆さんおやすみなさいおやすみなさい、ほらもう4回目だからさ、あ、もうちょっと決まってきたんじゃない、おやすみなさいも一緒に言えちゃうぐらい、まだっていう音を聞いて、あ、行くな来るなって、おやすみなさい、おやすみなさい、あ、いい、板についてきたんじゃない、ついてきたじゃん、ね、さっきむせてんかったんちゃずっと入った、ね、ちょっとね、最近ちょっとこの違うパイプに入りがちなんだよね、お前が、あのその違いパイプ嫌じゃない、あの日本でいう気管支っていうやつなんですけどさ、違うパイプ入るのめっちゃきついよ、違うパイプ本当やめてほしい、違うパイプ一回栓したいわ、栓したいよな、栓しねえのか逆にって思わん、だって私たち毎月血を出したりとか、こうシステム化がここでされてるのに、飲むときここ管、管締めんのって思わん締めとけやって、気管支でも辛いよね、気管支入って、気管支にちょっと米とか入った時とかさ、米あと鼻のこのここに入る時あるよね、もうずっとねえ、それさ、それはね、細かすぎる、なんて細かすぎるっちゃ、ここに米入るじゃんね、ほんとね、多分分かってくれる人いっぱいあると思う、あとこうスパイシーなもの食べた時にあ、こうなんか粒な、小松菜みたいなところ
粒な、あの唐辛子の1枚このめっちゃ小さいやつってくっついてさ、ずっとやって、わかる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 、本当にあれ気管支は辛いよ。私さ、料理の学校行ってた時にさ、なんかグループでさ、みんなさ料理するんよ、うん、ナノ料理だ、中華料理でやってた多分その時、うん、でさ、私グループ4人グループだったのにさ、私女1人だったの、あとみんな男の子だったわけ、うん、で一回さ、そのそれで自分たちで料理したものを最後に毎回毎回食べるんだけど、うん、食べてる時にさ、なんとさ、なんとよ、気管支入ったんよね。でさ、彼らの目の前でめっちゃでかい咳をしなきゃいけなかったの。でもそれがさ、なんかっていう咳ではないよ、もうなんか命の命の危機が迫ってる、これ何か異物